はい、どうもひこむです。今日から青き空の王者が降臨しちゃいます。ハンターの皆さん、森林エリアで飛翔しているリョレウスの姿がたびたび発見されており、出現率増加の兆候を観測されています。そして通常種と違い青い甲殻を持つリョレウス亜種と思わしき姿の目撃情報も入っている模様です。リョレウス亜種は、なんて読むんでしょうね、青い下流かなとも呼ばれ、通常種以上に高い飛行能力を持つ下流です。通常種以上に高い飛行能力ってずっと飛んでんのかな。これ近接武器大変ですよね。まあ、そもそもなんですけど、空飛ぶものに剣で立ち向かおうっていうのがね、無謀なんですよね。まあ、そこを剣で立ち向かうのがロマンですよね。と言っても私は現実主義なので弓で行きます。効率を求めるタイプです。というわけでね、朝起きてね、いるかなと思ったんですけど、さすがにいませんでした。まあいる人もいるでしょう。というわけで、これからリオレース足を求めて森林地帯を巡ります。森林地帯なんでね、植物です。植物といえば接着あり、接着ありといえば常に枯渇してます。というわけでね、接着ありも狙っていきましょう。早速出るかな、タップ。お、出ました、一つ。この一つがね、大事です。着実に貯めていきましょう。ここね、いっぱいあるように見えますけど、ここだけですから。ポケゴーに関してもここは一番いいです。こういう場所が他にもあるといいんですけどね、ないんですよ。もうちょっとね、こういうスポット増やしていいと思うんですけどね、どうなんでしょう。お、接着ありが2つ。2匹と言うべきか。まあこんな感じでね、巡っていきましょう。ちょうどここにディオレースがいますね。星6ディオレース、ちょっと腕鳴らして倒していきましょう。もうディオレースに関してはね、余裕ですよ。こう来るよね。で、回転するんで、翼を狙っていきます。で、破壊していきます。どんどん破壊していきます。そして最終的に頭を狙うゲールホーンの火力のおかげです。最初の翼がね、壊れないと大変なことになります。火竜の骨髄ゲットだぜ。余裕ぶってますが、星級は無理なんで尻尾を巻いて逃げます。そんなわけで新日祭をね、ずっと貫いていきます。果たして何時間後に見つかるだろうか。この機会はね、もう低確率でいいと思います。この探す楽しみがある。週末3日間ね、いっぱい出ますんで、ガチる人はそこでガチりましょう。私は評判を聞いてからガチりたいと思います。集中2がつく頭があるそうなんですよね。本当かなっていう感じですけど、その噂は本当なのか確かめたいところです。そしたら、プケプケヘルム、必要なくなっちゃうな。グレード7のレベル5まで強化したのに。もったいないことしたな。だから集中2の頭あったら嬉しいけど、ちょっと微妙な気持ちです。では、レッツラゴー!時刻は11時57分。あれから全然見つかりません。見つからない中で、ね、探すのが楽しいかなと思ったんですけど、見つからないにも程があります。でね、森林地帯にちょうどガストがあったので、ここでランチにします。で、あと3分でリポップなので、リポップに行きたい。ちょっとリポップを見届けましょうか。ちょうどね、3エリアだったかな?そうですね、3エリアが森林地帯です。まあ、この範囲に出てほしいところですね。でね、応急薬10個あったんですけど、星8買ってるうちに大きい薬3個になっちゃいました。で、流玉のかけらは1回出ました。あと接着ロアリがね、そこそこ見つかりました。まあ、収穫がなかったわけじゃないですけどね、早く見つかってほしいものです。で、あと1分でリポップです。この見える範囲に出てくれるといいんだけど。12時になりました。リポップ入りました。見える範囲になしです。あ、痛い。やりました。データ青い、そして星6、倒しやすい。よかった、星8とかじゃなくてよかったです。ヒコボンクオリティだとありえますからね。ここで待ってよかったです。アリを買ってね、帰りましょう。とりあえずランチです。はい、ってなわけで食べてきました。ここで食べて正解でしたね。食べなかったらね、集中力が持たないです。そんでもってディオレース足も出ました。これはもうガストの奇跡と言っても過言ではない。というわけでね、ハッチ向かいます。そろそろ来ますよ。あ、結構ね、静かな場所でよかった。行けそうです。オッケーオッケー、いい感じに落ち着ける場所だ。とりあえず見てみましょうか。初対面です。ポチ、出ました。薄い青ですね。近くのハンター数2人います。すごい、いいねー。ちょっと公園あるかな。団地があるんで公園ありそうな気がするけど、
ここでいいでしょう。日の当たる子にしましょう。まずはじっくり逃げて動きを見ます。原子との違いを見てみましょう。倒しちゃダメだぞ。こう来るよね。ああ、撃っちゃったよ。あ、こう来るね、こう来るね。うん。モーションの速いファイヤー。そして方向、62秒。バック炎。そして風圧。原子とそんな違いがわからないですけど。風圧、方向、風圧多いな。おお、突っ込んできた。足突っ込み。そして方向、15秒。おおおおお、今のがアッシュ独特ですかね。ご無理。OK です。大体読めました。これで逃げられたら嫌ですけどね。これでマップに戻っていなかったら嫌ですけどね。大丈夫です。います。では片付けちゃいましょうか。これ弓だと簡単に倒しちゃうな。いや、まあいいでしょう。そのうち嫌でも星8、星7と戦うことになるでしょう。では全力でいきます。倒しちゃっていいかな？いいとも。では黒弓でいきます。全力でいきます。こう来るよね。原子だと回転、お、違う動きが。なるほど。戦ってみると微妙に違う。いや、微妙どころかかなり違う。この引っかき怖い。 OK、 頭を壊していく。あー、翼に当たらない。そして翼を壊していく。右翼ももらっちゃうよ。お、もらえました。ま、動作がね、機敏ですね。原子だといつもこう回転するんですけどね、スタート。これはね、突っ込んできました。で、素材の報酬はこんな感じ。レア3ゲットです。確認。そんでもって装備を見てみましょう。頭、これか。ディオソウルシリーズって言うんですね。この頭が集中2って噂です。ポチ。集中 1? いや、性能上がると集中2になるのかな？これか。オン。うわー、集中2だ。ほんまに集中2だったよ。これ作らなきゃあかんねえ。プケプケヘルムをずっと使おうと思ってグレート7のレベル5にした俺って一体っていう感じです。体力増強より断然集中2でしょう。ちょこっと体力増えたぐらいじゃダメですからね。その中でリオレースは初日でした。やっぱりね、レアなやつをね、探して倒してね、動画にするっていうのは面白いですね。いや、見つかってこそですけど。リポップ前は本当安淡たる気持ちでした。このまま出ずに終わるのかと思いましたよ。完全にね、無駄骨になっちゃいます。まあ明日がありますけど。まあ無駄骨でもないんですけどね、接着ありとね、流域のかけらが一つ出ました。接着ロアリがね、確か0だったかな。それがね、30になりました。あとね、流域のかけらが一つ出ました。倍化して2つです。流域のかけら大変だな、これから。では速攻で帰ってね、編集したいと思います。やったぜ。